ここからは放送席解説、松木安太郎さん、中山雅史さん、ピッチ解説ですけれども、どこにこの試合注目していきますか。やはりまあディフェンス面ですよね、はい、そして2番の三浦が去年12月にデビューを飾った23歳、新戦力と激しくハードワーク、守備をすることが大事だと吉田キャプテンも話しています。ベンチにはご覧、時差ヨーロッパでプレーする選手でおよそ8時間、アルゼンチンやブラジルでプレーする選手は中島翔也、まさにロシアワールドカップを終えて新しい4年間の日本、そしてウルグアイ、ここがベスト16でぶつかった時に勝たなければいけない相手なんです、はい、過去ワールドカップ2とはまたちょっと違うピリピリ感といいますかね、ピリッとした感じがありますんでね。今日太い柱にサインを書いてきたんですが、そこに森保監督の名前もついに刻まれました。まあ、日本そしてウルグアイは過去6試合戦ってきています。日本を取った日本、右にエンドを取ったのは白のユニフォームウルグアイです。キリンしない方とか気をつけたいですね、最初はね、はい、カバーに入っていく、この中島をはじめとした選手たちが揃っています。中島のコーナーキック、最初のボールヘディングだ、はい、スプリントしてますからね、体調も良さそうですもんね、もうね、まあ、中盤の底ないところに行きなさいという、ね、そうですね、仕草を見せてました。ボールインサイド、酒井宏樹が上がっていく、常に言ってるんですよね、その楽しむということが結局は、自分の合ってましたからね。しかしこの辺りのタックル深いですね、はい、ただもう分かってますよ、いかに早く、はい、フォローしながら受け止められるかっていうことですね。選手たちの切り替えの速さと、あとポジションのちゃんといいポジションを取らないと、はい、すぐにこう駆け引きですよね、はい、そういうところでこの辺り奪われ方気をつけたいところ、三浦、今23歳の2番三浦、それから19番の酒井宏樹の間のポジションです。まあ、日本代表長くキャプテンを務めた長谷部から引き継いだと組みます。そして10番中島、9番南野、21番堂安が長友から、これ厳しいですから、はい、この辺ですよね、まあ、サツそのものなんだという話をしていました。71歳、まあ、一つの国の監督たちは日本のあの若い堂安の20歳の堂安と、何ですか、日本酒井です、持って上がります、前で南野が呼んでいます、ちょうど中に走り込んできて、完璧でしたね。まあ、中田さん、強いセンターバックが背後にいることかなっていうところですけど、そこもしっかりと見極めて、ここで収めて相手が来るところの相手の裏を狙ってる、はい、そこで中島から速いボールでした、またも南野、いや南野出ませんが、世界のトップは凄まじいものがあります。南野前を向いた、前を向いていく、シュート、このこちらは今のシーン、中島からボールが入っていく、ここするか、ただまあ日本がすごいリズムいいんで、はい、もう1点欲しいですね、縦にとにかく入れていくっていう意識が非常に出てた得点ですよね、はい、高さのある吉田、それから三浦がいます、左足の堂安が中に入れていく、セカンドボールをはっきりすることという指示で、このボールに対して吉田が、うわー、うまく回さき、ドリブルで運ぶ、戻ってきたウルグアイ、10番のアラスカエタ、ロシアのワールドカップいわゆるレギュラー、主力としてプレーしていた選手を呼び戻した日本代表、動き直す、体をぶつけた日本の選手です。やっぱりね、ちょっと遅れましたね、もう1回コーナーキック、今度はどこに合わせてくるでしょうか、まあ、よく反応しましたね今、ただやはりゴディンの高さはいい準備してますね、これが一番の持ち味、低いゴールで来そうな気がしますね。ワールドカップではこのシーンが何度も、うまい、よしチャンス、さあ大迫だ、チャンス、大迫、南野、大迫、いいですね、ボールに対して必ずね人が行ってますから、中島早いボールにいる、酒井横に堂安がいます、中島、外、柴崎、大迫から中島、外、選手も回ってきて、でサイドボール入った後に、はい、そこでスピード上げてボール取ろうとしてますね、そうです、守備というところです、カバーニにボールが入ってくる、日本選手は戻っているがフリーになって、ここでカバーニが逆サイドへね、これラッキーでしたね、
っています。こちらはウルグアイを率いるオスカル・タバレス監督71歳が対応しに行きます。10番のアラスカエタ、吉田が対応して、16番のガストン・ペレイロ、やはりファーサイドにボール流れましたが高いですね。高いし、こぼれたところにいましたね。19番のセンターバック、いや引っ張られましたね前線に。これが FIFA ランク5位につけるウルグアイの強さです。1対1、ボールを入れてきますウルグアイ、高いボールで来た、逆サイド、代表3試合連続ゴールで先制をしましたが、前半28分同点に追いつかれてしまいました。かなり高いポジション取ってきましたもんね。そうですね、ワイドに開きながら取るようになってきたので、はい、当然あるわけですから当然ですね、はいはい、そこにどういった対応をしていくかっていうところですよね、そのもうところでまず相手にやられてますからね、はい、そこですよね。ここも19、森保監督の下でついに代表初、大迫、横で選手が呼んでいる、大迫打っていきました。そして左サイド中島、最後大阪もねよく詰めましたけどもね、惜しかったですね。そこまではタイミングも、はい、それから10番のアラスカイタ、この人テクニシャンです、として、ポジション取ってますからね。4年前日本が高いボール感じでコースを狙ってるんですよね。そしてすぐ打てるところにボールを置きながら粘りました。それでここでね中島選手、はい、ここしかない、ベースにゴールが生まれました。前が空いている、狙っていった、弾いていった、大迫を奪いました。松木さん、展開としてはまたこれでウルグアイがさらに来るでしょうから、またとなって AC ミランでプレーする17番のラクサールに対して、今もドアが戻りました。強さがありますよね、左サイド長友から、いいですね。さあ今日もピンポイントで合わせてきている中島のキック、飛躍を遂げていった選手たちです。まあ、その中に中山さん、南野という2対2、ウルグアイも戻る、得意の角度、しかしうまいですよね。ワールドカップでは2試合に出場しましたブラジルの前線から大迫が激しくプレッシャーをかけていきます。牧野選手たちとともに選手の食事会を大迫選手たちも発案をして、チーム最年少で全試合に先発しました。中島ドリブルでいく、ボールをつなごうというウルグアイ、遠藤、ワンタコディンです。さあ日本は今ペナルティエリア内4人戻ってきましたが、一番遠いところです。日本そしてウルグアイ、36分です。この中島のシュートから大迫にゴールが、28分、今度ウルグアイにゴールが、折り返しのペレイラ、前半10分です。中島監督のねヒーローから、迫力を持って日本の陣内に入ってきました。どんどんオーバーラップしていきなり中身入れてくる、ヘディングさあここです。ここも合わせられてしまっている日本、ボールが入ってくる、ここも合わせてきた。10分間ちょっと我慢すればね、絶対自分たちのペースになりますからね、はい、ボールを回すですからね。まあでも柴崎はもうひょうひょうとしてますからね、相手が強かろうが、柴がドリブルでいく、狭いところパスを通す、南野スピードを上げた、中をしっかり見てという思いがありますから素晴らしいですよね。ここは大迫が懸命にボールを追いかけます、うん、10番中島狙っていきました。つってますね、しかしね、人は行ってますね、はい、ふわりとしたボール、高さを生かしてくるウルグアイ、つけていますよね、はい。まあ、三浦のプレーだったわけですが、中田さんワールドカップ戦けれども、はい、それをやらないとやはり抑えられないというところですよね、はい、中島はまた打つ、はい、狙ってますからね。ここも受けてシュートを打っていきました。スピードを飾りました。このボールが通っていく中島っていうのがね今日大事ですよね。やってますしね、それも、いやここも今もブレてますから、ブレ球打ってんだけど、ね、J リーグの浦和で活躍をしました、ワールドカップで長引きました、というところの大阪の、ねはい、安定、あと、いやパスを取られたというダブルボランチ、中盤でチームを安定させます。ここは我慢に力強くか、そうですね、もったいなかったですね、まあ、カバーに。前回大会2015年のオーストラリア大会ベスト8で敗れた日本、中島が入れる、ゴール前に入ってきた。昨シーズン東京からヨーロッパに活躍の舞台を移しました。
いやドリブルボディをかわすところも素晴らしかったですし、そこからの、ね、完全にやっつけてるよ中田さん。落ち着いては奪ってここですね、酒井が この後中田さんがウルグアイネットを揺らしました。いやワクワクするねこれ。グランダルバスの酒井宏樹、堂安だ決めた。ボールを散らせてますよね。で今みたいに前もつけてますし、はい、素晴らしいですね。今度は南、そこでどれだけ詰められたのかなって思って見てましたけど、かなりいい形に、はい、を決めるアジアカップが控えています。酒井宏樹サイドに流して中にカバーニがいます。当てた酒井、14番のトレイラ、アーセナルのプレイヤーです。そしてカバーニふわりとかする、よく抑えてね打ってますよ。見事、勢いがやはり前に向いてますよね、はい、決してね、はい、これこぼれたのがね、はい、本当にしつこい、やった一切緩めません。日本ですね、はい、今度は今裏を狙ってきたウルグアイも迫ってくる。いやよく試合がそのまま埼玉にやってきて、酒井宏樹が上がっている、使った、南野いる後ろだ、南野、遠藤が上がってきます。南野、はい、過去のワールドカップで世界の舞台に魂していたウルグアイです。中島から大迫、このパスが通るのか、ロドリゲスかわしに行く、対応した酒井、吉田がカバーします。非常に良かったと思いますね。ワンタッチで入れるところを入れてましたし、非常に日本のディフェンスを引きつけて、はい、左サイド、うん、空いたところを狙われましたね、はい、少ないところよく決めてきましたね、うん、ここね、カバーニがとにかく日本の方が一人多かったような状況なのかもしれないんですけれども、カバーニがね、そうですね、選手交代両チームあったところで場内も静まり返りましたが、ウルグアイがってます。カバーニ、カバーニからフリーになってしまっている、シュート東、中島から大迫を落とす、相手が2人になりますが切り返す、ラインを割ればコーナーキックです。22歳若いプレイヤーです。さあ中島のボール、よし、この選手たちがねよく追っかけてくれるんで、それここ最後のところね締める、締めるね、ユーチ選手と並ぶ日本代表、これが歴代6位対110試合目という長友ラインになります。5番のバルベルデ、ただウルグアイは変わって入った選手をなかなかここまでは効果的に務めている中島、日本は3人4人入ってきました。一人行った方がいいね。カバーニが横にだ、これかとこ、ペナルティーエリア内です。ありましたけれども今日は十分楽しめたんじゃないですかね。堂安へのボール、スペースに出ました。堂安中を見ながら、堂安左利きです。このねやはり3人目の動きですか、外がね、はい、やはり狙ってますよね、これに対してね、はい、行ってますからね、すごくどこかで取れるというね。14分を経過しました。高いボールが入るとヒヤリとします。です、込んでいただけるような期待を持ってもらえるような試合をしたいと話してました。大迫で、ね、このままやってほしいですね。ロドリゲス、日本の勝利を、いい、よーし、ワールドカップを決めたピッチで、磯崎義則よりキリンチャレンジカップと副賞が贈呈されます。そしたよね、素晴らしいあのゲームだったと思いますね。放送席日本代表、悔しさがまだまだ残ってますし、まあ、借りを返すために反骨心を持って、もう一回、まあ、代表でプレーできるように、まあ、そこにゴール的でしっかり、はい、まあ、枠を取れることができればと思います。あとは自分の形で流し込むだけでした。世界の強豪ウルグアイ相手に見事勝利を目指したので勝てて良かったです。まさにその初ゴールというところで